始まるよ。はい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 、知っとるん見とるん聞いとるん言っとるん来とるん何しとるん、愛して見たってもうやっとるんやから、怒っとる泣いとるん笑っとるん焦っとる暇しとるん何しとるん、それなら見たってもうやっとるんやから、はい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 、やっとるんやから始まるよ。ヘイ、どうも D です。今日の話は何でしょうね。どうぞ。登録の出し方がわからんのよ。これって、あの通帳に一遍お金を入れて、はい、それから引き落としにするボタンを押して、空いた先の登録先の振り込みにしないとなんですよ。いや、この3つぐらい項目があるけ、はい、登録者の番号を入れてくれちゅうけ、はい、通帳に番号書いておったけ、うん、まあ、これ以上だって200口で売ったんよ、ポンポンと、うん、そんな人はいませんって言われたんちゃう、うん、で、あれって、あの係員にお聞きください、それは隣の ATM で行ったけ、うん、中の病銀行の中入っていって、うん、あの相手の番号が分からないんですけどって言ったわけよね、うん、だから、いや、あの3つ項目があったら、この一番下押さなきゃいけない、真ん中押しとるね、うん、一番下は登録者の名前が登録者の、そうです、リストがですね、あてもやけ、うん、もうなる ATM の前立つとドキドキするんですよ。いや、俺何もしてないのに、なんか過去のトラウマからありますね。俺ほんとめっちゃいらしかったっけね。もうスカンのからの ATM ち、そうだ、うん、なんか初めてのお使いみたいな感じです。俺なんでこんな銀行でこんなほんとまた電話が鳴るんよ、はい、今日も、はい、また ATM ないで、だから今店に俺鍵開けっぱしに来とるタイム、はい、もうね、ちょっとやけ、まあ、5分で終わりなんで、はい、近いから。ほんとら、俺知り合いけ、あれ誰もおらぬんですよ、どこ行っとるんですか。いや、今銀行振り込みしようけ、もうちょっと待っとって。はい、それもまたグルっぽく見られたでしょうね。またなりようないと思ってて、ね、ATM なんて電話が。めんどくさい。ほんと、あれも嫌。じゃあな、兄は現役の頃から、じゃあそしたらあまりその振り込みとかそういうのはやってないっていうことですよね。 ATM の操作がそこで効いたっていうことですよ。2冊以上作ったやつが知らんやったし、たまたま2冊持ってたんよ、はい、まあ、2冊前しかできないですよ、うん、あの振り込み詐欺が多くなってからかなんかで制限かかったですもんね、うん、知らんしね、そんな、うん、3冊目作れるかと思うて、いや、ダメですよ、うん、そんなの早かったって言うてくるわ。すぐ教えてください、ね、すぐ教えてください。2冊ありますよ。で、バーッとデータ見た、これもう去年の3月から、うん、使ってない、使ってないから、これを解約したらどうですか、ちょっと解約をどうして、うん、まあでも、これで俺もいい、これいやらしいなぁと思う、銀行何もしないよ、本当に。何もしてない慌て方じゃないんですよ、ね、そう、もうめっちゃすごい、やっぱね、緊張が走るんですね。あの前はあのカメラが穴があるやん。ありますね、どんな相手どっかで見ようやのかと思うたら、はい、監視カメラにビクビクする。なんでこんなのあるやんと思って、不思議やった。まあでも次はもうちゃんともう大体覚えた、できるでしょうからね。もうさっきあの銀行の人、俺が入っもうあっこの銀行行きたくなくなるよったもん、ね、だんだん。いや、まあ気持ちに余裕を持っていけば、うん、もう兄も大丈夫でしょうから、はあ、まあ、ね、まあ、でも無事に通帳もできて振り込みもできて、ね、やっぱもう今儲かってしょうがないでしょうから、まあ、ね、はい、なんで俺はヤクザが通常作ったらいけない、変な法律作ってね。そう、まあそれはそうですけど、あれ7、8年前やもんね。そうですね、それでみんな捕まったもんね、勝手に作った、勝手に作ったから、まあ詐欺容疑ですよね、うん、偽装っていうか、ね、前さ、その通帳を作るのに200円で200円を詐欺たとかね、うん、カードで前も話したけどね、なんでこの人が500円詐欺するんやろかって言ったら、ね、カードを作るのに500円かかるとかね、キャッシュカード作るのとか、うん、でもあれ払えって言われ、いやいや、そうじゃないよ、会社を
暴力団じゃないのを隠して作っ作っておけるから、そういうふうになる詐欺、詐欺私文書偽造かなんか知らんけど、うん、ヤクザここまで追い詰めてよかろうにね。もうでも本当かわいそうですけどね、今言われてることはですね。それで話をまた戻すけど、最初にこのチェックしていくんよね、作るときにレテンつけていきますよね。うん、俺の話初めてだよ。あなたは日本籍ですかとか、こう海外に入って、はいはい、外国に親戚がいますかとか、はい、外国人にとか、はい、知ってます。そうなの、はい、初めてやけ、いや、いませんねとかね、はい、一人で一人ごと言うよ。それで、他の銀行の、外国に銀行口座あります。で、結局、金を飛ばすことのこと言うような、はい、そういうことなの。そんなんもあるし、多分その、まあ、どっか提携があったら、それを調べるのもあるじゃないですか、このブラックにかかっているとか、銀行系は全部つながりがあるんで、おそらくそこで調べ入れて、ブラックリスト載ってる方だったらもうダメだからとか、今、通帳通帳あんなになったよなと思って、うん、昔は簡単でしたけど ね、印鑑渡したら、お金100円やってたら作れたらね、さっき0円でもできますよ、そこだけは優しかったよ。ああ、まあ、そっか、0円でもできるんですね。できるって言うた。うん、前は100円か1000円か1000円入れないけんだもんね、うん、最低入れないけんとかね。そんな時代しか作ったことないのに、うん、こんな何枚チェックせないけんだよ、毎日ずっとチェックされるんよ、うちを読んでくださいよ、読んでってからね、最後に1枚でドカーンと、あなたは反社会勢力ありませんか、うん、はい、それだけ1枚で売るけね、うん、だ特定してですからね、兄は。いやそんな俺を特定してと思ってもいいとこもんね。そんなことまだバレてない。バレてない、バレてない、ね、知らんよ多分。いや YouTube 見てくれてるかもしれないじゃないですか。いや本当タカちゃん何そこではないよ。いや本当通帳作るのこんだけ緊張の。俺本当ねは、まあ、みんなそうなのか、ものすごい緊張したけど俺。いや多分兄がそういうとこやっぱ繊細なんですよ。ああそうやろか。シャイなんやろ。シャイなんですよ。ほう、この2週相当嫌な思いしたっけね、銀行で。まあ嫌な思いしたらおかしいけど、はい、なんか悪いことしようみたいな、自分で何もしないのね、お金を振り込むためにね。来週ちょっとその続き聞きますよ、ちゃんとできたかできないか。もう2度あることはって言いますからね。で今日も税務署行ってね、はい、ちゃんと届け出してきたよ。税務署の方が簡単よ。税務署の方が簡単ですね。めちゃくちゃやね、あれ。税務署の方が多分簡単です。こう2枚紙くれて、こう書いて、で、もう、こう、大体ここを書いたらいいやろうって書いて、野望を書いて、で、でまたボタンを押して、提出っちボタンを押して、出させたら、どっか間違いでもない、あ、そんな関係ありませんって言うだけでも。何それって言いたかったけど、あ、ま、もし、先行き何かあったらこっちが問い合わせるだけですから。適当に書いとっていいってことやけな、あれ。そうです。初めてやん、これ。だけ架空会社が簡単にいく。そうよね。一旦だけ、もう調べるのが後手後手になるんですよ。なあ、もう見られる。はい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 。うん、ここは前、ここなんか、あ、これはマイナンバーを書いたらいいですよ。はい、書いて。一応マイナンバーカード2種が大事。あ、間違いありません。はい、どうぞ買いならって言われたんで。そんな感じやもん。そうなりますね。うん。で、ここにもう一人は、女子みたいな女がポンポンポン印鑑をして、はい、ね、さっき副社みたいなもんなんよね、はい、とっとと持って帰るやけね。何だこれ言ってんやから。でもこれ確認せんでいい、確認なんかせんでいいんですよとか、何かあればこっちからお電話しますから。でもなんかそっちの方が嫌でしょ、何かあったらって。どっか間違えてないのかと思うやん。あれ、あのギャップの凄さね、今までそんなしたことないけね。でも遅くてちょっとそわそわするけど、早くてもそわそわなるんですよね。早すぎて処理のやっぱ横ではばあさんがおらびよしね。多いですもんね。もうばあちゃんも何番何番自分らってもすぐ行けるもんか、そこまでとか言ってから、杖こうでギョルンよスキーベアみたいな言うから、で何番のかもう何回も言うなって、そこまで行くのに大変なんやけど、やっぱぐず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 いながら。年金絡みとか税務署ってあんなのやなと思って、まあ、悲しいね。ちょっと面白かった。今日ちょっと面白かったです。本当、まあ、そんなにそわそわしたいやんって。ここで汗ボンボンかけ出したら絶対怪しいやろよ。キョロキョロしだしたらもうあれでしょうね。ああもう緊張した。
こんな2週続けて緊張するわけなんけ、準備、まあそんなそんな感じのお話だったけどね。ヤクザやめて銀行通帳作ってみんなそんななるんやろかと、はい、まあちょっと他の方に聞いてみないと分かんない、分からんね、はい、まあまたそれはちょっと、はい、兄が誰か聞いてもらって、はい、教えてください。すいません、ありがとうございました、はい。チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。